イーゴリ・セミオーノビチ・ベズロドニーは、ソビエト連邦出身のバイオリン奏者、指揮者、グルジアの首都チフリスの生まれ、バイオリン教師だった両親から、音楽の手ほどきを受け、モスクワのイッポリトフイワノフ音楽学校に進学した。九百四十七年のプラハ青少年音楽祭、コンクール、九百四十九年には、プラハのヤンクメリック国際バイオリンコンクール、九百五十年に、 ライプツヒのヨハンゼバスティアンバッハ国際コンクールのバイオリン部門のそれぞれに出場し、いずれも優勝している。これらの功績から1951年にはスターリン賞を贈られた。1953年から1955年までモスクワ音楽院のアブラムヤンポリスキーのクラスで学び、卒業後は同音楽院の講師に迎え入れられ、1972年には教授となった。 1965年からドミトリー・バシキーロフやミハイル・ホミツェルとピアノ三重相談を結成し、1972年まで継続的に活動した。モスクワ音楽院での行進の指導の傍らニコライ・アノーソフ等に指揮法を教わり、1970年にはイルクーツクで指揮者デビューを果たした。1977年から1981年まで、 モスクワ室内管弦楽団の芸術監督を務めた。1978年には教え子のマリ・タンペレと結婚。1986年から1990年までフィンランドのトゥルクフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者を務めた。1991年からはシベリウス音楽院で教鞭を取るようになった。百九十七年にヘルシンキにて死去。ベズロドヌイ。 ベズロードヌイの表記もある。ペルソナ、リン、r u h,、e d e n h e l、ネット、e d e n h e l n e t 参考文献、p261。ありがとうございます。